古典的なコイルドコイルの例の一つ、GCN4 ロイシンジッパー。平行、左巻きの一両体である。コイルドコイルは、タンパク質の構造モチーフの一つで、二つから七つのアルファヘリックスが、ロープのように巻いた形をしている。コイルドコイル構造を持つ、タンパク質には、遺伝子発現を制御するものや、転写因子など、 重要な生物学的機能を持つものが多い。代表的なものに、がん遺伝子由来の C ホス、ジュニア、筋肉中のドロポミオシンがある。コイルドコイルは HPPHPP p という7、残機の繰り返しを必ず含んでいる。ここで H は、浸水性アミノ酸、P は、素水性アミノ酸である。ヘリックスと、相互作用する領域には、 ロイシンジッパーなどの素水性残機が多い。原形質のような水溶液中で2つのヘリックスを結合させる簡単な方法は素水性残機同士を内側に向けて貼り合わせることである。これで素水性の面がなくなることが二両化への熱力学的な原動力になっている。アルファヘリックスは平行または逆平行に配置し左巻きのスーパーコイルを形成している。 また数は少ないが、右巻きのコイルドコイルも天然に存在する。GP416 両体の側面図 HIV ウイルスは、人の細胞に侵入する際に、3つの平行ヘリックスからなるコイルドコイル構造を持つ、糖タンパク質 GP41 を生産する。GP41 の表面は普段は GP120 という別のタンパク質に覆われ、 抗体から守られている。HIV が標的の細胞に付着すると GP120 が構造変化を起こして GP41 が露出し GP41 の N 末端にある素水性領域が細胞膜を貫通する。GP41 の他の3つのヘリックスがコイルドコイルと合わさって6両体になりウイルスの膜と細胞膜を融合できるくらいに引き付ける。 ウイルスはそうして細胞中に侵入し複製を開始する。近年 GP41 に結合するフゼオンのような阻害剤も発見されている。グラム陰性菌は三量体系オートトランスポーターアードヘシンを細胞表層に発現することでそれぞれに特異的な表面に付着する。このターは主に7回周期のエリックスからなるコイルドコイルからなる。 その特異的な相互作用のために、コイルドコイルは二両化のタグとしても利用されている。また、これを改変し、三両体化、もしくは四両体化のタグとしても利用されている。アルファケラチン構造中のコイルドコイル構造の存在の可能性は1952年にフランシス・クリーックによって初めて指摘された。驚くべきことに、これは、 ライナス・ポーリングラによって1951年にアルファー・ヘリックスの構造が提唱された直後のことだった。リュウ、ジェジャン・キュー、デング・ワイ、チェン・シー・エス、カリン・ボック・ NR、アル、ンド・ルー、M ・エム・エセブン、ヘリックス・コイルド・コイル。PNA、S103、1545762、15462、ハルバリー、PB ・ブレックス・ JJ、タイダー・ B、アルバー、T&、 キム PS。はい。レゾリューションプロテインデザインウィズバックボーンフリーダム。サイエンス282、1462から1467、クリック FH、イズアルファーケラチン A、コイルドコイル、ネイチャー、1952ノベンバー2270、882から、3、百一1万3千1 3 2 4 1ハット、ポリング L。コリービ b ブランシン HR プロックナルウェイキャドサイ USA 1951エイプリル37 205から11ザストラクチャーオブプロテンズツーハイドロゲンボンデッドヘリカルコンフィギュレーションズオブザポリペプチドチェーンプミド1481 6373ありがとうございます